第3回俺的ナッチあの頃のゲーム速報ランキングダセー。3回目にしてタイトルが決まらんすね。はい、というわけでなんと一部大好評につきこの企画3回目でございます。この企画は石原さとみを声なく愛した男が年代別に流行ったゲームを紹介し、いちいちモノマネを入れてみんなと興奮していこうという動画です。イベント開催した際に何の動画が好きで自分で聞きましたら、同世代の人は結構このゲーム速報好きや言ってくれたんで、まさかですけど俺のことはめようとしてる、そんなに流行ってないのに動画化させて遊ぼうぜみたいな、あいつゲームにしようぜみたいな。で、まあ野党はここまででしてね、オープニングを一気に紹介、桜井翔。でこのとこさんこんばんは、シエラ放送部竹です。では早速今回は2007年から2009年を紹介していきます。まずは2007年のトップ10でございます。出たよ、ウィー、これ頭角を現してきましたね。ただここではまだモンハンセカンドの一人勝ちでした。あとは絶対やりましたね、ポケモン不思議のダンジョンを略してポケダン、ポケダンバカ野郎言って、もうこれも土日ずっとやりましたよね。でもなんか赤と緑の方が面白かった気がしますね。あとは21位の無双オロチ呂布ですよ。これが無双シリーズの新規を増やしたタイトルだったかなと思います。コアなファンからポピュラーな作品にしたかなというふうに感じました。あとはまだ18歳になってなかったんですけど、なんかやってたんですよね。35位グランドセフトオートサンアンドレアス、これ紛れもなく神ゲー。チャリが乗れて車飛んでチートコードグイーンみたいなね、ディスクが消えるぐらいやりましたもんね。この買い直しっつうかね、割とこれプレイステーション2の歴代で一番完成度が高いゲームじゃないですかね。これもロックスター革命と呼ばれるようなゲームになりました。あと触れるとしたら2006年の年末にプレイステーション3が登場してます。でソフトの1作品目、これ若干こけたかなと思うんですが、50位のガンダム無双、これ無双シリーズの派生の1作品目なんですけど、どうしても動きが遅くて爽快感にかけたんですよ。ただ百式が眩しいだけみたいな。あとはソロモンよ、私は帰ってきた。あれ、これ無双シリーズのあったかなっていうね、そのレベルですね。まだこの時ね、高くて手が出せなかったんですよ。でも個人的にプレステの100年戦争ってやつやった人いますかね。あれ神ゲーですよね。私だけでしょうか。ただまだ黄金世代真っ只中だったかなというふうに思います。次です、2008年のトップ10です。はい、始まりましたね、このモンハン黄金世代の幕開けですよ。この G スポットの登場でめちゃくちゃ流行りましたね。ナルガクルガに勝てず、クシャルダオラに翻弄され、ラージャンに遊ばれ、ミラルーツってなんぞやみたいな。まあリリース日も関係あるんですが、ポケモンの最新作プラチナで僅差に勝利しました。ただどうしても Wii の登場と DS 版ドラクエ天空の花嫁、天花、それにスマブラ X ジャパン、マチーコ大森先生のね、この数の応酬で任天堂の圧勝でしたね。どれやったらいいみたいな、どれ買ったらええのみたいな、ゲームのオードブルでしたもんね。で、この年からプレイステーション3が流行り始めます。きっかけは11位のメタルギアソリッド4、リキッドオセロットの話よ。イグッドスネークってですね、1対1の船タイマンがもう何回見ても感動です。伝わるか分かんないですけど、演出が細かいんですよ。過去の BGM しかりね、もうそこだけが印象です。あとは31のデビルメイクライレッツゴーですね。これも忍者ガイデンシグマぐらい面白かったね。もうゲームをゲームで例えるというね。あとクリスマスに登場したんですよ、プレス RPG の先駆け、分かりますかね。そう、白騎士物語、面白い。もう内容全然覚えてないけど面白かった。あと最後66位のグラセフですかね。ここから今までの ゲームの概念っていうものが、ね、崩れ始めますね。いい意味でね。ここの世代交代の瞬間、こう僕が一番興奮しましたね。これからゲームどうなんのって、これもう共感する人多いんじゃないですかね。最後でございます、2009年トップ10です。はい、もうこれ売り上げ去年の1位をダブルスコアぐらいで叩きのめしました、ドラクエ。ただこの辺からね、僕大人になったんでしょうか、プレスリの登場もあり、ポケモンとドラクエ引退したんですよね。同世代の人ならなんとなくわかるんじゃないですかね、なんか興味なくなる感じ。やってたといえばモンハンのトライとか DS のキングダムハーツ。あと一番の理由があるんですけど、龍が如く3が出たんですよ。一番好きなミネ君がいるんすよ。私ね、実はこう見えても結構強いんですよってね。本当に僕龍が如くで一番好きな作品ですね。あとバイオシリーズの革命が起きましたね。第16位からバイオ5、処刑魔人の登場ですよ。あとはマーセナリーズモードっつって、ゾンビを倒してこう生き残って時間稼ぐっていうアーケードモードが入りましたね。ただこの作品、恐怖心的なものが半減して若干苦手だよって人もいますよね。ただ満場一致でウェスカーはかっこいい、クリスでロケラン受け止めますからね。何お前みたいな。あとはまだ流行りに乗らなかったですが、戦国バサラがこの時に登場しました。それと鉄拳6ね。はいはい、どうせスティーブとエディでしょみたいな、ガチャガチャ系とか言われてましたね。ただこれ実況者のアドミン君と仲いいんですけど、一緒にゲームの話してて、なんか鉄拳やりてえなーってなって、前日の夜から次の日の昼1時までやってましたからね。これ脳筋ですよね、本当に。でもやっぱりグラフィックが綺麗なんで、続編がプレス3とかで出ると全部買ってましたよね。あとは最後になるんですが、今の e スポーツを牽引したあの作品が登場しますね。コールオブデューティーですね。触って実は僕分かってました、あ、時代だなって、あ、チームデスマッチの時代が来るって。またそれは2010年でお会いしましょう。今回以上です。懐かしいと思っていただけましたでしょうか。皆さんが好きだったゲームのコメントを待っております。最後にウロボロスの発音までかっこいいウエスカ、ウロボロス。